どうもしげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はタイトルを見ていただければわかると思うんですけども、ナンバリングが間違ってなければ、なんとしげパズを始めて1000本目の動画となります。おめでとうございます。ありがとうございます。1000本ですよ。一つのコンテンツで1000本ですよ。メインアカウントとか抜いて1000本ですよ。メインアカウントもっと昔からやってることを考えると2000本とかやってんのかな、わかんないけど。はい、まあ今日はね、ちょっと1000本記念ということで、トークメイン、喋りメインで、あとメモリアルガチャとか、この間のリセット分のやつ引いてなかったんで、そのあたりやりながら、って感じのね、ちょっとまったり系の動画にしたいと思います。とりあえずなんかデータ見ていきますか。1000本記念ということで、はい、現在ランク1031です。これはもうね、全然上げてないです。はい、もうしばらく上げてないです。一応ね、1100メモリアルが出てるんで上げたい気持ちもあるんですけど、メインアカウントでね、最近は本当にまた仕事がこうコロコロ変わったりしてる中で、ちょっとね、サブアカまでランク上げできる余裕がないんですよね。まあ完全に言い訳なんですけど、まあそのうち1100到達してメモリアルガチャ引きたいと思っております。で、ログイン、初めてプレイした日、2017年12月1日、まだ僕がね、アップバンクにいる時の、入社してすぐとは言わないけども、早い段階で立ち上がって、広場チャンネルっていうチャンネルの中で始めた企画というかのアカウントですね。通算ログイン日数が2131日ということで、まあお分かりの通り、この動画1000本目の動画なので、2日に1回以上はサボっているという動画になります。まあ特に今年ね、それこそ9月、10月とかはほとんど上がってなかったんじゃないかなと思います。まあ更新頻度ね、下がってしまってはいるものの、こう細く長く続けてるコンテンツみたいな感じで、うん。個人的には、僕自身的にもそうやって認識してます。はい。まあ、どこまで続けるか、まあ、差しまで続けると思うんですけど、はい。そんな感じです。ログインボーナス、ポイント、王冠。王冠54個。まあ、取れそうな時はサクッと取るって感じですかね。特に固定杯とかだと、まあ、メインアカウントの延長線上でパッと取れたりもするんで、はい。まあ、ちまちま集めているという感じですね。で、フレンドさん、ちょっと枠あるんで、まあ何かしらの機会に募集すると思います。その際はぜひよろしくお願いします。ってな感じで、一応ね、ユーザー情報というかを見てきたんですけれども、はい、こちら、この間のリセット分残っているので引いていきます。150から。はい、もう何が出るとかはね、あんま覚えてないですけども、1個でも多くダイヤが出たら嬉しいな。アスタロト。アスタロト。4体目。はい。何かしらで使う機会くんのかな？その試練進化がさ、結局どこまで、しかもどのくらいのペースで追加されていくのかが気になりますよね。デュエル。まあ、こういう系は来ないのかな？あ、でも来るか。わかんないな。読めないから売却もしづらいしっていう感じはもう全キャラ当てはまりますよね。はい。500。500で言うと、あの、カニゲンのやつら、あの、カラットとかの方が、みんな暖房持ちになったよね、武器とかも。うん、とてもいいと思います。陽気比、2体目。まあ、武器、作るか。チーム HP 強化とバインドなんでね。はい。はい。そのうち。で、700。何が出るんだ？そろそろ美味しいよね、700以降。確か。さあ、ダイヤからの。お、演出入って。7以上のダイヤ。まあでも超転生なんちゃらの可能性もあるっちゃうのか。ここね。芝居。はい。後ろで三毛猫ちゃんがニャンニャン泣いてますけども。芝居3体目。はい。はい。ランク800いきまーす。はい。どうしたんですかい？さあ、ダイヤからの演出入ります。7以上ですね。フェスゲン欲しいなぁ。ああ、いいですね。ゼラ。ゼラは武器持ってたと思う。ああ、2体目か。多分全然弾にしてると思うんですけど、ゼラね、使い道。ま、キパが相変わらずな感じあるんで、それ次第ですかね。はい。で、900。はい。はい。なんか、ガチャドラとかって1100だっけ？じゃあ1100あげるか。頑張って。
でももう上手いやつ終わっちゃったよね、ランクの。レムーか。レムー武器使ってるな。泥鏡十字。スキルも強いんだよね。うん。新しい進化も来てて、ルーレットキャラか。ん？ああ、進化スキル。ああ、ギミック対策系ですね。うん。あんま使わなそうだな。でもまあ属性的にはね、今ちょうどね、スパイダーマン&ベノムとかと相性いいですね。悪魔タイプだし。はい、そんな感じ。で、1000、行きましょう。1000日目の、違う、1000回目の1000メモリアルガチャで何を引くのか。おい。さあ、なんか使えるやつだとね、記念的な感じで使っていきたい感じもありますが、何が出る？おおじさんだな。ライネス2体目か。あれだよね、九州向こうのキャラですよね。10ターンか。まあでも半減もついてくるのか。でも今おまけ程度に属性吸収とか、おまけ程度にダメージ吸収とかついて3ターンみたいな感じの全然いる中、このキャラの強みはないな。正直ないです。ライネスないです。さあ、ちょっとガチャの流れで、ログインスタンプかなんかで魔法石を10個もらいましたので、ユーザー情報、購入履歴、無料配布分12個、一発マーベルコラボガチャ引きたいと思います。まだまだ欲しいキャラいっぱいいます。引いてから考えます。はい、引いてから考えますというか、引いてからリアクションします。お、ダイヤからの、お、演出来た。いいよ、7以上確定。誰だこれ。スパイダーマン&ベノムだったら、あー、アイアンマンしか出ないわ。まあ、しかは持ったけど、見てください、この所持数。交換なしで7体ですね、アイアンマン。どうなってるんですかね。まあ、基本的に汎用性で考えると、この武器3以外の武器って、そんなに言うほど使わないと思うんで、で、本体もぶっちゃけ、使ったとしても2体いればいいじゃないですか。で、行くと4体余ってるんで、まあちょっと交換したいですよね、何かと。はい、そしたらガチャからの流れで、ボックスをざっくり見ていこうかなと思うんですけども、基本的に僕、武器を重点に置いて育成しております。なんでかって、ベースのモンスターたちってもうスペックの高いキャラがわりかしこう固定化されちゃってて、そこに、こうトッピングみたいに武器乗っけてダンジョン攻略するパターンがほとんどじゃないですか。で、行くと武器は結構いろいろ持っておいた方がいいなというのが体感的にあるので、武器をメインで作っているという感じになります。まあ、この話はね、前もなんかのタイミングの記念的な回の動画の中でも言ったと思うんですけども、まあそこから時間も経っているということでね、いろいろねありますね。まあ、ワンピースとかもしっかり作りつつ、うん、テニプリとかもあるね。うん、非属性だけでまだこんなにありますね。いや、これは結構頑張って作ってる方なんじゃないかなと思います。まあさっき言った通りね、マジでトッピングなんで、トッピングなんてあればあるだけいいじゃないですか。選択肢的にこうね、居酒屋でもおつまみの種類があればあるだけいいじゃないですか。ちょっと話が逸れてきたんですけども、はい、水属性入っていきます。あー、でも結構ね、この首飾り系とか耳飾り系とか、なんちゃらドラゴンをベースに使うやつは、そのなんちゃらドラゴンの確保が追いついてなくて作れてないやつがメインだったりしますね。それで言うと多分ね、あれなんですよ、こっちか、宝玉がもうないんすよね。ないぐらい作ってて、あ、ほら、早々の宝玉一体所持ですもん。そう、まあそれくらいこう武器に関しては重視してますよっていう話でした。あとね、無課金武器は、これも昔から言ってる通り、もらえるもんをもらっとけ精神で、まあ、なるべく5体も使わないですけども、そんなに一気にね。うん。なるべく取れるだけ取るようにしてはいます。はい。復刻した時のやつとかね、メダル交換できるやつとかは結構悩んだりしますけど、それこそ周回が必須になってくるんで、メダルのね。あそこに虹メダル使う気にはならないので、そこまではしないんですけど、はい、そんな感じで、もらえるものはもらっておこう精神は、無課金でプレイをする以上、大事だと、とても思います。はい、貴族性に入っていきます。
属性ね、アレキサンダー大王武器かなりお世話になってますね。うん、あのなんかのタイミングの記念メダルで交換できたやつで、実質無課金武器なんで長いことを使ってますね。うん、木はね、なんかそんなに本体も武器も使ってない印象あるな。うん、とりあえず作ってはいるけどって感じですね。なんかこう何もなく終わりました。はい、光いきます。いやー不遇だな。はい、光これね、キャプテンマーベル、ミズマーベルの武器とか、これこそ無課金武器というか、まあ指定のキャラ持ってる必要はあるんですけど、コロシアムさんのね武器とても強いですよね。そう考えると本当に何この性能、ぜひ取りましょう。はい、ガチャで引けない方はね、交換所も検討してみてください。それこそあれかなり救済措置入って、まあだから昔からやってるこのアカウントを触りながら喋る話としては、こう年々ねやりやすくなってるなというのはとても感じますよ。まあいろいろね、こう都道変化が起こるたびに炎上してるのはもう本当にぶっちゃけしょうがないことだと思ってて、まあいろんな価値観の人がいますからね。うん、でもただ僕から言えるのは、まあパズドラ老害みたいな話になっちゃうかもしれないですけども、昔からやってた人からすると本当に最近のパズドラは親切設計ですと思います。光優秀な武器多いですね。うん、かなり、あ、これとかね全然代用もない気がするんですよね。このタイプ追加武器ね、そう無課金でやっててタイプ追加武器の代用のしづらさというか、持ってなさがえぐくて、だからそれこそそういうの持ってるやつのベースが弾けた時は嬉しかったりしますね。うん、タイプ追加ね重要なんすよね。だからそれこそ今スパイダーマン&ベノムの編成を組むにあたって、まあ悪魔タイプとか重要になってくるんですけど、あの編成はだから逆に言うと大体のその入るようなやつが素で悪魔タイプ持ってるからありがたくて、あのミズマーベルか、ミズマーベルの中にアマテラスドラゴン入れるときにアマテラスドラゴンにタイプ付与しなきゃいけないみたいな、そういう話とかがあるわけですよ。そう、なかなかね噛み合わないといけないといったところで、まあ、こんな話をしてる間に闇属性に入っております。闇も強いね。あ、特にこういうねラビリルの三体所持のラビリル、これ闇にしてますけど、チーム HP 強化3の指2のスキルダブル吸収無効とルーレットですからね。これは強いっすよ。よく使ってますね。うん。とか、まあ、この辺とか、もうね、HP 盛りながら、やっぱチーム HP 強化がやっぱ強いよね。うん。で、あと意外とボンタ君とかもね、持ってたりします。こことたまにこう入れ替えたり、こう進化退化したりしますけども。まあ、それね、本当はやりたくないけど、まあ、無課金の定めですよね。はい、キングクリムゾンも強いね。よく使ってます。付属性変更闇、チーム HP 強化3、そんな弱いわけないじゃん。そんな感じですかね。闇も、うん、優秀なの多いなと。光、闇、火も強いなと思ってます。水、木が割と不遇。まあ水はあれですね、黒飛びが出たことによって、例えば街道武器とかね、あの辺もこう採用率かなり高いですけども、うん、木はちょっともうちょっと発展してほしい気持ちがありますね。あ、すごい余談ですけど、こういう季節系のやつはね、レベルを上げる必要がないんで、進化させるともうレベル最大のやつなんで、まあ、だからこれレベル順でこの下の方に固まってるんですけど、これ非常にありがたいですね。はい、余談でした。で、限界突破もざーっと見ていきましょう。限界突破はそれこそね、ちゃんと育成したやつなんで、まあ、使った形跡のある、もしくは、優秀なやつが多くなってるかと思います。ジョナさん、いつもお世話になっております。取っといて本当に良かった。本当に良かった。絶対使ってないんだけど、シルビア潜在も聴覚性もないっていうね。シルビア持ってるんだったらさっさとランク1100行けよっていう話は置いといてください。はい、で、あとは非属性は、
まあでもシバドラ属性ですよね。うん。まあでも最近ね、それこそさっきから言ってる通りスパイダーマン&ベノムの性能に惚れて、これ、あ、そうだ、ループするためにもう一体交換しようと思ってたんだ。この動画の中でやっちゃおうかな。やります、交換します。はい、そんな感じでした。火属性。はい、で水属性。水はね、それこそちょっと前の動画から全然変わってないと思う。まあ、さっきから水と木はあんま使ってないっていう話をしたと思うんですけど、はい、水も終わっちゃいました。で、木属性。あー、一応ね、肉2体いるんですけどね。で、肉の流れでこの延期ルークルも作って、こう、疑似ループというか、こう、強引にね、ループして使ってたりもしたんですけど、まあ今はそれよりも、もう、まあ、マーベル、ミズ・マーベルとか、スパイダーマン&ベノムとかが強いって感じですね。あ、もう木ももうこれで終わっちゃった。はい。で、光属性。光属性も、でも、ぶっちゃけそんなか使ってるかと言われたら、使ってないか。そうですね。まあ、この限界突破のところだからね。こっちの未設定の方に変身キャラとかいるからね。あー、こう、みゆきだっけとかね。芝さんとかね。セッカとかね。まさにこっちですよ。はい。闇も一応バーッと見ていくと、でもユーリとかは使ったよね。スパイファミリーの時に。うん。多色。3色以上で OK。使いやすいやつ。あー、で、まあ、チャコルは引き続き、今これね。まあ、悪魔タイプ素で持ってるっていうのもあるし。スパイダーマン&ベノムの中に入れたりしてますよ。うん。まあ、こうやって見てもやっぱ光と闇は強キャラ多いね。で、周回は火みたいな感じだね。まあ、ほとんどそんな感じか。はい。まあ、闇で言うと、このアカウントブラックバードも持ってたと思うんで、ブラックバードの今後に活躍に期待。で、超限界突破したはいいものの、上がってない中途半端なやつら。書いて110のやつら、そんなに見どころないと思うんでざーっと飛ばします。なんかいたっけなぁ。110で使ってるやついないかもな。使うんだったら120にするしな。ってな感じでバーッと飛ばしていきますが、そうだね、あー結構期待してる。タマドラ今年のクリスマス期待してます。強化、はい、以上。7ターン1ターンヘイストなんで、スキル的には。覚醒なのか、まあ、捨てなのか、ちょっとね、いじってもらって。まあ、7ターン1ターンヘイストのやつはもうスキルはいじんないと思うんで、まあ、内容ワンチャンいじるのかな。ロック解除がつくぐらいかな。まあ、期待してます。で、闇属性。特にですね、なんかこう、一昔前のやつがいるような印象ですね。はい。ここからは、使ってないやつ。なんで見せていきましょう。上の方、ああ、シャナとかいますよ。シャナとかいて、まあ、ルフィとかも使ってたね。で、アイアンマンも使うようなやつがいたり、マルコこれ潜在付け替え用とかね。ヨルさんもね、いたりね。ああ、こっちの方が全然見どころあるじゃんね。で、水。ああ、まあ一応ね、ポルナレフ難民がいる中、使ってた時はありますね。あー、で、グランエルブとか、ビオーネとか持ってるのに、黒飛びが引けるわけなくて、まあ、カイドウもこれ武器化すれば、テンプレっぽく組めるんですけど、黒飛びが引けない。これはもう無課金の定めというか、無理でしょ、あれは。ちょっとだから悲しいんですよね。黒飛び来たらもう黒飛びばっか使うと思う。から、でもそれは、こう、コンテンツとしてどうなの感ありますけどね。僕メインアカウントずっと黒飛び使ってるんで、サブアカも黒飛びになっちゃったらあれか。だから引けなくていいのか。ちょうどいいのか。いるもんな、柴達也も。そんな感じでした。はい、じゃあ最後にサクッと交換して終わりましょう。現状、考えてるのが、これですね。スカーレットウィッチ、フェニックスジーングレイの中に、スパイダーマン&ベノムループしたら強い。強いです。で、まあ軽減もループしながらね。っていうのと、今これですね。マーベル&ミズ・マーベルとフレンドが
ミズ・マーベルのループで、で形がこの2強が今育成途中というか使ってる途中というか模索中の編成です。でスパイダーマン&ベノムをループするために交換していくんですけど、まあ、フレンドさんに借りるっていうのもありなんですけど、これねリーダースキルね強いんですけど軽減ないんですよね。でここの軽減って結構重要なんで、そう、まあ、サブでループしたいなっていう感じで交換していきます。まあ、弾も別にそんな不足してるわけじゃないし、でここ行っておくってここ行っておくって、アイアンマンも行っていい気するけどな。まあ、ここと、ここそんないる？ホークアイ。ホークアイ武器だもんね。まあ、スキル、ベースで使うことない気はする。マイティーソー、まあ、武器分1残しておくとして、まあ、スカーレットウィッチももうこれ4いるからね。4使わんでしょ。で、これだね。で、もう1か。じゃあアイアンマンかな、さすがにこう来たらだね。うん、ちょっとまあレアリティ的にもったいない気もしなくもないけど、これです。だからこれでスパイダーマン&ベノムを使い倒せばもう元は取れるんで、これでいきたいと思います。はいはい、ということで、旋回記念でベラベラ喋りながらガチャも引きながら交換もして編成を完成させたと、まあ、完成はしてないかいう動画でした。まあこのね1001以降もね楽しんでやっていきたいと思っておりますので、細く長く楽しんでいきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。